菊のつゆ公式ツイッター1月10日のツイートで菊のつゆポカリスエット割りのツイートがありましたのでやってみました。ツイートの菊のつゆブラウンが手元になかったので一生紙パックで3対1ぐらいで割りました。ポカリの甘さは抑えられ、甘さ控えめのポカリの後に菊のつゆの癖がなく芳醇なすっきり感が来ました。真夏の暑い日とか風呂上がりにキンキンに冷やしたポカリだと相当いけそうです。でもあまりスーッと入りすぎて俺は一杯で我慢しなくてはいけない。